日本の店舗にあるオブジェドナルド・マクドナルドは、ファーストフードチェーン店、マクドナルドのマスコットでありピエロである。英語での原名は、ロナルド・マクドナルドであるが、この項目では日本における、正式名称である、ドナルド・マクドナルドに統一して記述する。モデルは、同家しのウィラード・スコットであり、初代ドナルドは、ウィラード自身が演じた。マクドナルドが1963年に生み出した。 アメリカ合衆国の児童の96%は彼を知っており、米国一知られたファストフードの宣伝キャラクターである。テレビ CM において、このピエロは架空の世界マクドナルドランドに住んでいて、後日の仲間たちと冒険を繰り広げる。近年ではこの子供じみたドナルドは次第に消えていき、日常生活での子供たちとの触れ合いが描かれるようになった。 途中から等身大のアニメで描かれるようになる。ドナルドは31の違う言語を使うとされ、日本語、北京館は、オランダ語、タガログ語、ヒンディー語などを話す。多くの人々が上勤で、ドナルドの衣装を着て、病院の子供たちを訪れる。またドナルドマクドナルドハウスでは、近くの長期療養施設に入院する子供に会いに行く、親が宿泊することができる。 ファストフードをめぐる論争で、ドナルドはタバコブランドのキャメルのもと、マスコットジョーキャメルになぞらえて批判された。2003年8月からドナルドは、マクドナルドの最高幸福責任者に任命された。2010年5月24日、企業活動の監視を行う非営利団体が、マクドナルドに対し、ドナルドの引退を含む反則活動の自粛を要求した。 同団体は、ドナルドなど子供に人気のキャラクターを使った、マクドナルドの反則活動が、不健康な高カロリー食品の需要を煽ったと主張。一方、マクドナルドは、ドナルドはバランスが取れた食生活を提案している。彼の存在は永遠だとして、活動自粛要請を拒否した。1980年代までのマクドナルドの CM では、ドナルドは頭に帽子をかぶっており、 今のイメージとは全く異なるものであった。人形のポーズに決まりはなく下記の画像のように、太陽国では合唱していたり、顔のメイクなどは国ごとに違いが見受けられるものの、赤いアフロ、赤と白の縞模様の服、赤くて大きい靴などは万国共通である。上記の通り、このマスコットの本名はロナルド・マクドナルドであるが、日本ではドナルド・マクドナルドとなっている。 これは、マクドナルドが初めて日本に進出した際、藤田殿が日本人にとってロナルドという単語は発音しにくく、ドナルドの方が発音しやすいという意見を採用したためである。なお、日本マクドナルドはドナルドとロナルド、どちらも正しい名称であると公言している。そのため、日本国内でも容器のデザインに関する判権表記の部分などには、 ロナルドの表記が見られる。人間による実写版、ドナルド・ドナルドは子供たちに心と体の元気を伝える存在として全国各地で活動している。その活動内容は主に、ドナルド・パーティー、ハロー、ドナルド、ドナルド・エクササイズなどがある。また、テレビ CM 内でも毎日朝ごはんを食べるように、外で遊ぶように、夜は、 早く寝るようになどの元気で健康な生活を子供たちに呼びかける活動を行っていた。他に日本マクドナルド社が清水エスパルスのマッチデースポンサーをしたホームゲームではスタジアムのイベントに登場し試合勝利後に選手とサポーターが一緒になって行う勝ちロコにも参加した。これらキャラクターが描かれた数少ない壁掛け時計ドナルドには以下のような仲間たちがいる。 かつては、ドナルドと共にハッピーセットのおまけの玩具になることも多かったが、2005年以降、2017年11月から12月にかけて一度限りの復活を果たした以外、日本国内ではほとんど姿を見かけなくなった。内話、英名、正式名称。ドナルドの噂は2004年から2007年初頭頃に放送されていたテレビ CM のシリーズ。 CM ではドナルドに関する疑問が提示され、回答はマクドナルドのオフィシャルサイトに掲載されていた。現在は新 CM 開始でドナルドルームがリニューアルしたため、すべて削除されているが、オフィシャルサイトのドナルドのプロフィールページには、現在も質問の一部の回答に当たるような文章が存在する。この CM シリーズでドナルドに関する様々な事例が明らかになった。 ドナルドに手紙を書こう。は、マクドナルドのオフィシャルサイトの中のドナルドルームに掲載されていたドナルドに手紙を書くコーナー。自分の名前は書くことができるが、質問内容については好きな文章を書くことはできない。画面上の指示に沿ってドナルドへのメッセージ内容を選択するとドナルドが音声で返答してくれる。ありがとうございます。